私だけじゃありませんで、今現存する話し家のほとんどが学校の勉強が嫌いで話し家になったようなもんです。で、誰しも気がつくんですね、落語家になってみて、ああ勉強しておきゃよかったなと。で、つまり落語の中には雑学というのが非常に入ってますから、だからもう細かくいろんなことを幅広く知っといた方が得なんですよ。ですから今の七段目にしても歌舞伎の勉強をしなくちゃとてもできる話じゃないんですね。ああ見事なもんですよ彼なんざ。聞くところによると彼は歌舞伎だけじゃなくてなんか音楽もね、なんかモーツァルトうんぬんのピアノを弾きますよね。自分から弾くなんて言ってるうちは嘘ですよ。私なんざそのまんま演奏というぐらいですからね。まあそういうわけで嫌でしたね。いまだに夢見ますね。学校の授業の夢はまだいい方ですよ、試験の夢。とにかく私は卒業したら話し家になるっていう夢を持ってましたから、卒業しないことには許してもらえないということですからね。まあビリでもいいから卒業しようっつって、もうあえてスレスレのまあ試験のための勉強をして、なんとか話し家になりましたが、なってみるとびっくりしました。と言いますのは師匠から古典落語を教わりますがね、古典落語ですからその中には古文がどっさり入ってるんです。国語ですね、現代国語じゃなくて古い古文ですよ。で、学生時代古文の時間なんざ嫌でした。だってなんだよ、ベルが鳴るとその係の先生は普段だって使わない言葉を急に使い出すんですよ。ありやなきや、なんか優柔不断ですね古文っていうのは。この解釈をしろなんて、で解釈って言うから後ろに回って首はねんのかと思ったら、そうじゃない、その意味は分かりませんよ。一人かもねん、分かりませんでしたね。嫌でありんす、あ、まあ、これは花魁の言葉ですから。もう小学校の頃から落語を聞いてましたんで、花魁の言葉は熟知してましたね。里言葉ってやつね。だから古文の時間に里言葉が出てくるのを楽しみにしてたんですが、3年間その古文の先生は里言葉の授業しませんでしたよ。で最後に聞いたんですよ、なんで花魁のアリンスとかくんなましっていう言葉教えてくれないんですかって言ったら、それは大学とか会社の試験に出ないからって言うんだね。だから試験に出るための授業だったわけですね。面白くやってくれりゃいいのに、つまんなくつまんなく専門用語でカーって嫌でしたよ。で話し家になってみて師匠の演唱から教わります。その中にも古文がどっさりあるんですよ。万葉の歌から始まって和歌ね、から狂歌、俳諧、俳句、川柳ありますよ。五七五七七なんていうのは随分あります。で好きで入った道ですから覚えますよ。だけどその意味がわからないんです。しょうがありません、師匠の演唱に聞きました。その和歌の意味は一言聞いたらどうなったと思います？演唱の目がつり上がりましたね。そんなこといちいち聞いててどうすんだ、すみません、すぐに謝って、後で兄弟弟子にそれとなく聞いたら、なんだ演唱も知らなかったか。我々の方は教科書とか参考書なんてね一切ありませんから、もう300年前から口伝ですからね。ちょっと言い方間違えると300年間それがそのまま伝わってきて、それが間違って正しく戻るなんていうこともあるわけなんですけども、教えているものも知らないっていう部分も相当あるんですね。じゃあっつんで独学ですよ。お金ありませんから、立ち読みで参考書古文のね、あった、落語の中に出てくる味噌一文字があるわけですよ。これだと思って読んでみる。ああそうなのか、そうなのか、あなんだ、おいこれダジャレじゃないか。古文の中にダジャレがあったんです。ところが高校時代の古文の先生はこれをダジャレとは絶対言いませんでした。掛け言葉と言ったんです。
だから私はそのまんま寝てたんですよね。一言ダジャレって言ってくれれば私は飛び起きましたよ。それでむさぼるように勉強したと思いますね、落語に近いからっつんでね。だ専門用語ばっかりでこうやってたからいけなかったんですね。で改めてあら古文にダジャレがある嬉しいなこう思いまして、それからまあいろいろ本買ってねと、まあダジャレたくさんですよ。百人一首だって何だって、あダジャレなんだ、本当に嬉しくなりましたね。それからまあ学校卒業してから新たに本などを買って勉強を始めたと言ってもいいぐらいです。で勉強しながら思うんですがね、どうも勉強もいいんですがうちにこもってますから体が弱くなりますね。だから日本はいいことに文武両道という言葉がありますね。文武、文っていうのはまあ知的なもんでしょうね。武、これは運動ですよ。だから体で表現する、この両方をやりなさいっていう言葉が昔からあったわけです。で私はこれ江戸時代のお侍の方から出た言葉かなと思ったらそうじゃないですよ。平安町にもこの言葉があったんです。でまさにやってたんです、その当時のトップクラスの人たちは。文武両道、文というのは和歌ですよ、味噌一文字で、武というのは蹴鞠ですね。だから蹴鞠ができて歌が読めりゃ文武両道でトップクラスだったっていう。で今はね残念ながらそれを言う人がいませんね。でまあ和歌だって今短歌って名前が変わりました、字数同じでもね。で蹴鞠っていうのはなんか時々ニュース番組でやってますね、あれがスポーツかと言いたくなるぐらいですよ。なんか窮屈そうなダブダブの服着てね、めんどくさそうに足上げて、ルール分かりませんから勝ち負けも分からない。でもボールを蹴るっていうことは今のサッカーにつながってるわけですから、だから日本人は改めてサッカーをやりから短歌をやり、これが文武両道だと思いますね。つながりはあるんですがみんな気がつかないだけなの。私もこの間キャッ気がついたのはテレビでサッカーの中継見てたんですよ。選手が激突して怪我したら担架が運ばれてきました。だから昔からのつながりっていうのは今日でもあるんですから。だからサッカーやっている選手に、味噌一文字って言ったっていやーほとんどダメですね。で担架やってる人にサッカーをやるよって言ってもちょっとうんってこう言ってますがね。でも、蹴りをつけるなんというようなね、シャレもあるぐらいですからやった方がいいんじゃないかなと思うんで、で私も始めたのは短歌じゃなくて俳句を60いくつになって始めました。真面目に、師匠を選んで、で私の師匠が選んでよかったのか悪かったのか分かりませんが門川春樹という話題大きい人なんですよ。で今からそう 4,5 年前に、小さな個人的なね、プライベートの俳句の会に声かけられて入ったんです、ね、で入って何ヶ月か通った途端にその師匠がいよいよ明日から入るからなってこう言うんですよ。なんか温泉にでも入りに行くのかなと思ってポカンとしてたらニタッと笑って刑務所だっつう。びっくりしましたね。俳句と刑務所なんていうのはねつながりないですから、はっつったら監獄だよっつう、監獄行っちゃいましたよ。で4年近く、そこで苦労したと思いますがね、私にはとてもできないことをやはりやったっていうことで私はもう感動しましたよ。だって獄中からやっぱり区会にね遠くがあるんですその区のいいのなんのって感動しますね。あれは、そこにあるすすきが通し檻の中っていうのが一つありましたよね。檻の中に入っていると目に見える隙も遠く遠く感じるっていうことですよ。あ、檻の中に入るとうまいのかなと思いますね。いなり寿司みたいなもんですね、そうなると。
入るからっつったって私が待ったかける権力もありませんからね、うん、と言ってどうぞっていうのもおかしいんで、ああそうですかっつって、だけど私はこの区会に入ったばっかりで、この先師匠を失った私はどうすりゃいいんですかっつったら、さすが師匠ですね、俳句のいいこと言ってくれましたよ、一日一句こしらえろっつうんです。それ聞いた時、ああ一日に一句五七五、ああわけないやと思ったんですが、これがこれが一日休むとたまりますから、でまた明日でいいやとたまりたまるとついに投げ出しちゃうっていうことがありますね。だから何度も挫折しました。で鳴らしてみると一日一句埋まってないんですよ。ダメでしたね。で出てきましたよ、お会いしましたよ。健康そのものでね、私が5分5分風邪ひいてるぐらいですよ。羨ましかったですね。それで最初何つったと思います？びっくりしましたね。私は場所を超えたってこう言うんですよ。びっくりしましたよ。私その超えたっていうのがちょっとはっきり聞き取れなくて、場所を変えたって聞こえたんですね。だから府中から網走に行くのかなただそうじゃない、廃政と言われている松尾芭蕉を超えたっつうんですが、でも獄中からの遠く読んでね、はあそうなのかもしれないなと。で日本に俳人はいっぱいいますがね、芭蕉に学べとか、芭蕉を見習いとかそういうことはいっぱいありますが、芭蕉を超えたっつったのはあの人一人だけですよ。で句集を出すって、じゃあそのタイトルを私が考えますから。ん？句集のタイトルどういうの？場所を越えたんですか、向こうを張って獄の細道っていうのはどうですか？シャレが分かんないんですね。句集のタイトルが、ナマコっていう、ナマコの日かな、そんなタイトルになってましたね、そうなんですよ。その時私お詫びしました。教わった一日一句できませんでしたって言ったら、はっ目がつり上がりました。そんなことってどうすんだ、一日一句だぞ、私なんざ毎日五句だったって言うんですよ。あだいぶシャレが分かってきたなと思って、時々、教わりに行っておりますけども、俳句というのは五七五と和歌になりますと今の短歌ですね、31文字という、字数が増えていくということなんですが、増える分またゆとりがあるというのも妙な言い方ですが、その中には相当ダジャレも含まれているという。ということはつまり文学の中に落語が、落語の中に文学があると言ってもいいくらい、その証拠として、ちょっと古いお話をいたしますが、豊臣秀吉ご存知ですね。この間若いもんに聞いたら、あ会えば分かりますってこう言ってました。強情だねその若者はね、いつで会わしてやろうかな。天下を取りました豊臣秀吉公、体の調子を悪くいたしまして近くの有馬温泉に療養に出かけました。大阪城に住んでおりましたから有馬温泉っていうのは近いです。近いったって30何キロは離れていると思いますがね、だから具合が悪いとしょっちゅう有馬温泉に行ってたそうです。資料も残っていますね。で天下人ですから、で一人でフラッてわけにいかないですよ、護衛はつきますよ。でまた根が好きですから、その側室なんぞも大勢連れてね、具合が悪いのに側室を連れていくんですから、よくなるわけありませんよ、秀吉の領権がそれですからね。だから政権も短かったんですよ。逆に後に天下を取りました徳川家康公、考え方は秀吉とガラッと違う。と言いますのはね、家康はただ一度負け戦を経験しました。三方ヶ原の戦いでねやられたんです。で馬に乗って逃げて逃げて逃げて、で
その時に考えた。俺は何だってこんなまずい作戦を立てたんだ。そうだ、前々から風をこじらしていた。天下を取るには体調を整えなければならんと、そう決めて、それから独学で漢方の勉強したそうです。今で言えば漢方の博士号になってもおかしくないぐらいのものを勉強したそうですよ。偉いもんですね。だからこそ天下を取って、その後260年幕府が続いたわけですから。だから秀吉と家康比べりゃこの差なんです。健康管理っていうことをどう見るかなんですよね。秀吉はんなことは関係ない、側室をなんつって、わー、何度目かの時に行きますと、時期だと見えまして梨の花が満開。おー、見事じゃ。大喜び、夜分枕につきました。夢を見ました。どういう夢かって言いますと、満開の梨の花が一斉に散る夢なんです。で、患っているところに持ってきて散るっていうのはあんまりいいもんじゃありませんよ。だから朝もう自ら起き出して、そーっと雨戸を開けて庭を見ると、相変わらず満開で、つまり夢の中で散っただけだった。一安心です。ところがその夢は一晩だけじゃなかった。その晩も見た、次の晩、また次の晩、毎晩毎晩梨の花が散る夢ばっかりです。気にするなという方が無理かもしれません。そのうちに食事も進まず、水も喉を通さなくなった。おら、これはいけない、痩せるばかり。秀吉の命も遠からずという噂が大坂城の方に流れました。この時に一大事と、家臣の一人細川有才が早かごに乗って玄関って泣いたそうです。ついてから目の前に行って泣いたわけじゃない、大坂城からカゴに乗った途端にでんかーってカゴの中で一人泣いたんです。えらいもんですね。今でいうよいしょ軍団の一人なんでしょうがね。ああ、これはうまかったですよ。ある資料によりますと、細川有才には指紋がなかったって言いますがね、擦り切れてなくなっちゃうんですね。でんか、お見舞いの歌にござります。何、見舞いの歌、太閤の命ありまの湯に入りて、病は梨の花と散りぬる。おー、治った。そんなに早く治りはしません。しかし大層なご機嫌で10日後全開をして大坂城に戻りました。で、つまりこの歌が功を奏したってやつですね。で、この歌の核心部分は2つあります。太閤の命あり、ここです。ここだってセンスの先じゃありませんか。命ありのありと有馬温泉のあり、音は同じありですが意味が違います。同音異義で、古文では掛け言葉と言ったんですよ。我々に言わせればダジャレですよ。いいですね、命あり、これがポイントその一つ。ここまで何か質問ありませんか。なかったら先行きますよ。命ありまの湯に入りて、病は梨の、またありました、病は梨と梨の花の梨、これも同音異義、掛け言葉、ダジャレです。病は梨の花と散りぬる。もうちょっと奥行きましょう。とりわけあり、なし、対句対語と言います。対になっている言葉が配置されてるんです。結構なもんですよ。歌のわかる秀吉公、大満足で治っちゃったっていうことなんですね。で、何日か経ちまして秀吉公が有才を呼んで、褒美を取らせるぞ。ほほ、ありがたき幸せに存じます。家蔵でや、ついでに世からの変化じゃ。ほ、歌の変化を、おお、かたじけの存じます。はい、
有才に和夫有馬の湯も豊か偽りなしの御代馬結びて。はっ、お褒めのお言葉、お歌、ありがとう存じます。和夫31国、殿下、31国とはちと半端でござりまするが、構わん、味噌一文字の働きじゃ。でこういうことになってるんですね。だからダジャレがあるっていうことを皆さんよく覚えていただければ、これからも源氏物語、平家物語も面白いんじゃないかなと思いますよ。だから平家物語を平屋物語と読むっていうのも罰じゃないです。私に言わせればダジャレとして、半丸ぐらいはね差し上げたいなと思ってますよ。この有馬温泉の近くに Tsuzumigataki という名所があります。私も一度行ったことがありますが、鳴り物の鼓ですね、ちょっと肩に添えて手でこうポンポン打ちます。あの鼓を横に置いて見た形に大層似てるんです。左右から山がスーッとせり出してきて、少しこうくぼみがあって、そこから水がこう落ちているという、ちょうど鼓です。そうじゃないという説があります。水の落ちる音が鼓の音、パンパンパン、この余韻に聞こえるところから Tsuzumigataki という、いろんな説があるんですが、その当時から歌枕、まあ歌を読む者は必ずやってきて天下の名歌を残そうということで、おー、Tsuzumigataki、うん、来てよかった、なるほど、絶景だの、うん、良い歌を残したいものじゃ。なるほど、まさに水の落ちる音。そうだ、この水がと行くか。この水がいいねと君が言ったから7月6日は滝田記念日。これは田原町式部の歌であったな。おお、もう人の影響を受けやすいな。あんさん、何していなある。歌を読もうと思いまして滝の前に立ちましたが。ああ、歌読みかいな。さようか。どうや、ええ歌できましたかな。いや、絶景に負けてしまいまして思うように筆が運びませんで。そうやろうな、ぎょうさん歌読みちゅうのを気あるが、どれもこれも似たり寄ったりで、これちゅう歌残したもんおりません。あんさんもその口かいな。ああ、いや、わしは歌のことようわかりません。この土地に住む木こりや。ああ、歌読みにあっちゃいろんな話聞かされてね、うん、それで喜んでるだけじゃが、これから山行って芝刈ります。また帰りにここを通りますさかい、安城へ歌こしらえておきなはれや。はい、ごめん。ああ、かたじけない。木こりに笑われてしまったな。ああ、おお、気がつかなかったが、沢辺にタンポポ、タンポポ、鼓草と、それにタンポッポ、鼓の音、うん、これをなんとか織り込んでみるかな。ああ、うん、伝え聞く Tsuzumigataki へ来てみれば、沢辺に咲きしタンポポの花できた。これならば人には笑われまい。できた。ああ、ちと疲れたな。ああ、この松の寝方で一休みするか。腰を下ろしますとよほど疲れていたものか、たらたらと寝込んだ。ああ、これはいいか。寝てしまったな。
だいぶ薄暗くなってきたようだ。急いで宿へ戻らなくてはいかんな。歩き始めましたが慣れぬ道、どこをどう踏み迷ったか街道へ出られません。山の奥へ奥へと行くあんばい、遠くの方でワオーワオワオー、オオカミの遠吠え。オオカミの餌食にはなりたくない。腹も減ってきた。このままではいかん。私にはまだすべきことがどっさり残っているんだ。なんとかしなければ。近くに人家でもあれば一夜の宿を無心できるが、弱ったな。ひもじさと寒さと恋を比べれば、恥ずかしながらひもじさが先。人がいれば助かるが、這うようにしてたどり着いて中をこう覗くと、人がいる様子。助かった。お頼申します。お頼申します。はい、どなたじゃな。道に迷いました。何重のものでございます。旅のお方か。ばあさん、道に迷ったお方だ。困っているようじゃ。開けてあげなさい。はいはい、ただいまお開けいたしますで。片付けない。おお、転がり込んできましたな。どこぞ打ちませんでしたかな。んお上がんなさい。おっと、ふらふらしておりますな。相当お腹が空いているようじゃの。は、恥ずかしながら、ちょうどよい。今海王に通りますいろりの近くへ来なされ、召し上がりますかな。おかゆありがとう存じます。しかしうまいもんではござらんぞ。五穀入っております。米、麦、泡、冷え、豆、体には大事なもんじゃ。召し上がりますかな。頂戴つかまつります。んばあさん、こちらのお方、このかゆを一緒に食べる。うん、まあ初めてのお方じゃ。かゆだけではのぞを通すこともできんであろうな、ばあさん。じゃあ茶を入れてな。茶とともに流し込みなさい。はい、頂戴つかまつります。さあどうぞ遠慮なさらず。おかわりをどうぞ。はたっぷり頂戴いたしました。こんなにおいしいものをいただいたのは初めてでございます。いやいや、腹の減っている時にはまずいものはないと申しまするぞ。よろしいかな。うん、しかしまたなぜにこのような山奥へ。私は歌読みでございました。Tsuzumigataki の前で一首読み、その後道に迷いましてございます。ん？歌読み。おお、歌読みですか。こらまた嬉しいな。ばあさん、この方歌読みじゃ。いや、私たち三人な、わしとばあさんと向こうの部屋に孫娘がおります。若夫婦が時々里で働きまして孫を預かりますがな、三人が鼻の頭を突き合わせていてもさのみ楽しいことはございませんが、何よりも歌を読むのが大好きじゃ。たまには人の良い歌を聞きたいものと毎日言っております。その Tsuzumigataki の前で読んだ歌、聞かせてもらいたいものじゃの。は、それではお礼方々披露させていただきます。うん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 。なんとできました。はい。伝え聞く鼓ヶ岳へ来てみれば、
沢辺に咲きしタンポポの花。おお、できました、できましたな、できましたが旅のお方。一つだけ手直しをすると天下無二の名家に相なりまするがな。うん、手直し、ご老体、歌心が終わりと見えまするな。この歌のどこが気に入りませんで、その出だしの伝え聞くじゃが、そら誰にでも言えることで。何、誰にでも言える。まあまあ大きな声出さんと聞かっしゃれ。鼓のことなれば音に聞くと直され、鼓の音がさえ渡るようじゃ。どうじゃな、伝え聞く Tsuzumigataki、 これを音に聞く Tsuzumigataki。 そうだ、確かに鼓の音を耳にした。音に聞く Tsuzumigataki、 恐れ入りました、ありがたく頂戴つかまつります。おお、手直しを受けてくださいますかな。まあまあこんな嬉しいことはありません。ばあさん、このお方手直しを受けてくだすった、大層良い歌になりましたな。はい、おじいさん、大層良い歌になりましたけども、旅のお方、あと一つ手直しをすればますます良い歌になりましょうぞ。おばあさんまで何かいたしたら、おばあさんはこの歌のどこが気に入りません。Tsuzumigataki へ来てみればというのは、そら子供にも言えることで。な、何、子供にも。まあまあ大きな声出さんと聞かっしゃれ。鼓のことなれば Tsuzumigataki を打ち見れば、打ち見ればますます音もさえ渡り、滝も大きく目の当たりに現れますでしょうが。Tsuzumigataki へ来てみれば、これを Tsuzumigataki を打ち見れば、打ち見れば、かたじけない、頂戴つかまつります。あれあれ、このババのたわごとをお聞きくださいましたかな。まあまあこんな嬉しいことはありませんで、お花坊、お花坊や、このお方手直しを受けてくだすった、大層良い歌になりましたぞ。はい、ババ様、大層良い歌になりましたが、旅のお方、あと一つ手直しをすると。私の歌がなくなってしまうな。お花さんとやら、この歌のどこをどのように。はい、沢辺に咲きしタンポポの花。沢辺に咲きしは赤ん坊にも言えること。何、赤ん坊。まあまあ大きな声出さんと聞かっしゃ。鼓のことなれば沢辺とせず川辺となさります。根も一段と高く広がりましょう。なるほど、沢辺にあらず川辺。はあ、なるほど、恐れ入りました、恐れ入りました。音に聞く Tsuzumigataki を打ち見れば、川辺に咲きしタンポポの花。私のはタンポポと滝だけだ。しかし見違えるような名家に、お三方恐れ入ります。手直し頂戴つかまつります。おお、手直しを受けてくだすった、まあ素直なお方じゃ。
歌の道はまずは素直な心じゃ。この先良い歌読みになるであろうの。はい、申し遅れました。私は元金利北面の武士、名を佐藤左兵衛の城の力を23の折飾りを下ろしまして、歌案屋に出たものにござります。ん、歌案屋、今の名は西行と申します。西行殿か。ばあちゃん、お花坊、いつも噂にしている西行殿じゃ。西行殿じゃ。あれ、まあ西行殿、西行さん。うん、よくぞ手直しを受けてくだすった。嬉しいぞ。噂によるとあなたは出家の折、妻をさんざ泣かし、幼子を足柄にして縁から突き落としたぞ。せめまい、せめまい。それもこれも歌の道を歩むためであろう。じゃによって良い歌読みにならなければ妻子に笑われまするぞ。その素直な心が歌心じゃ。忘れまいぞ、忘れまいぞ。はい、ありがとう存じます、ありがとう存じます、ありがとう存じます、ありがとう、ありがとう存じます、ありがとう存じます。おい、起きなはれ。これ、起きなはれ。あなた、さっきの木こりや。三人お人が、いや、わし一人だよ。ここは鼓ヶ岳の前や。あっ、鼓ヶ岳、そうか。あんさん、何やら夢見なはったな。歌を読んだ後、松の寝方で一休みと寝てしまいました。夢を見ました。ああ、歌読み中な、歌読むと疲れるかね。大概寝てしまうだよ、歌種中でね。で、夢見るだが、あんさんも夢見なはったか。同じような夢かな。わしゃいろんな歌読みに聞かされて覚えとるが、道に迷って三人お人がいて手直しを受けて、ん、手直し受けた、まともに受けなすったか。えらいお方やな。大概の歌読みバカにすなっちゅうて怒鳴って、夢から覚めて何にもなりません。あんさん手直し受けた、素直なお方や。いやー、歌のことようわからんが、あんさん、ええ歌読みになるやろ。うん、夢の話聞かされるたんびに思うだがね、その山ん中の三人のお人、ただの人ではないはずや。住吉明神、人丸明神、玉島明神って若三人やないかと思うておりますがな。若三人、若三人が私の歌に手直しを。かたじけない、かたじけない。しかし、しかし、たとえ夢の中とは言いながら、私若三人に数々の無礼の段、罰が当たりゃしないかと思っておりますが、いやー、その心配無用じゃ。この滝は鼓やさかいな。ほれ、罰はおまへん。